Thank you.
私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私はそれこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生とこのかよばき口が呪わしい。私は遥か昔のこのような日を覚えている。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。誰かここから降ろしてくれ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は眉間に浮かぶのが